面積というんでしょうか、大きさというんでしょうか、容量というんでしょうか、日本は小さい割にエネルギーを膨大に使う、まさにもう車でいうとガソリンじゃなくてエンジンですね、まあ、エンジンにガソリンを供給するので、そうですね、まあ、とにかく日本がエネルギーを消費してしまう、消費してくれてはそんだけ体の中に一体蓄積された脂肪がブロートに分解されて脳にエネルギーとしていくのではないかなと思っています。で、まあ砂糖が一番、まあ、なんて言うんでしょう、結合かな、くっついてる分子が少ないのですごく